こんにちは、ハワイとコナです。今日はマジックサンズビーチに来てございます。わざわざ来たわけじゃなくて、まあそんな背景の説明なんかしなくていいかもしれないですけど、仕事でね、あ、ちょっと鍵かけなきゃ。今午後の1時で、通りかかったらもうあまりにも綺麗で、でね、仕事の次のアポイントが、2時なので、ちょっとモニョモニョっとしようと思って。これね、シェーブアイス屋さんなの？シェーブアイスだけなのかな？そうみたいだね。あ、シェーブアイスだけなんですね。可愛いじゃないね。でね、ここももしかして駐車場ってただどうなのと思って、ほらどんどん変わってっちゃうから、なんかね、何も書いてないですね。あ、ただっぽいじゃないですか。いいですね。うん、結論、駐車場はただのようです。よかった。駐車場無料のところって今少ないもんね。ほんと減っちゃって。そう、ここのマジックス、あ、このね、ちなみにコンドミニアムマジックサンズ、これね、レトロなんですよね。確かに1960年代ですよ。わあ、木陰は気持ちいい。うわ、青めっちゃ綺麗ですよ。ここのマジックスね、私最後に行ったのいつだろう、ずいぶん前。ちょっとね、個人的に何て言うんだろう、お味とね、マネジメントと、あ、ほらでもめっちゃいい感じじゃない、ちょっとね。うわ、やばっ、これやばいね。ロケーションやばいですね。よし。あ、ここにね、まあ、マジックスビーチグリルというのがあって、うわ、すごい。ウアラライさんが、てっぺんまでくっきり。ね、そしてあそこにね、ホワイトサンズと、それから、ね、2軒あそこにコンドミニアムがございます。ここね、私ミニワイキキと思ってるんですけど、ここねこの路中にちょっと怪しい人たちが時々たむろしてるのでお気をつけくださいね。怪しいっていうのは、まあ酒飲んでお姉ちゃん見てっていう、まあその程度なんですけど。うわ、すごい、ほら見て、ものすごい綺麗、綺麗すぎる。色やっぱりですね、すごいね。マジックサンズだけあって、今はまあミドルシーズンですね。冬でもなく夏でもなく、ちょっとこうね、なんか少し砂があって少し岩が出てる感じ。ものすごい美しいですね、これね。いやー、素晴らしい。というわけでね、今日はね、ちょっと意を決して、意を決するほどでもないんですけど、一応まあこれ、おば散歩企画ということで、ちょっと歩いてみようか、かな。一応ね、ちょっと仕事の格好してるんですけど、この盗まれてもいい、あと砂のところ歩いて汚くなってもいい、波乗り用の B さんを履いてます。おしゃれサンダルはビーチには履いてきません。フィットフロップのね、高いんで。もったいないじゃないですか、ダメになっちゃったら。熱い。うわー、ショアブレイクね、すごいんですよ、ここ。だからね、ボディーボーダーが結構多いです。ね、あとね、これ、
見えないところにも岩があるんで気をつけてくださいね。ねえ、うわすごい青、すごい綺麗。ちょっととりあえずわちゃわちゃわちゃっとミニワイキキですね、ここ本当にね。でもこうやって見るとさ、日本人が全然いないっていう、日本人どころかなんかアジア人を見かけないですね、全くもってして。一応ねガードタワーがここにあります。ちょっとここ歩いてって、私今水に濡れるとまずい格好してるんで、ちょっと向こう側まで行って、あ、バレーコートもあるんだ、これあったっけ。ずっとなんかね、今なんでこっちの方まで歩いてきたかっていうと、あのあっちのほら駐車場があそこ建てちゃいけないとこなのに、なんか建て上がってますよね、建てましたよね。建てちゃいけないところっていうその心は、あの神聖な土地なんですよね、ハワイアンの。だからあのセイクレッドなところで建てちゃいけないはずなんだけど、まあまあそんなことはさておき、ストロングカレントね。あ、暑い。やっぱね日陰はいいですね、日陰、日陰はもう普通に気持ちいい。あとこれね、こういうのってすごいめちゃくちゃのラバロックね、溶岩と、あー綺麗ですね。今日は本当に色が綺麗。ここ濡れてないとこ見るとここは来ないよね、水がね。どう？いやーすごい綺麗。でもね、ここほんとショアブレイク強烈なんでお気をつけください。いやーこれ私あれかな、偏光レンズで見てるせいかもしれないけど、ものすごい色です。やば、そこね、マジックス、そしてガードタワー。今ずっとここ歩いてきました。もしかしてこっち側にもあの車止められるのかなーとかちょっと思ってね、しつこいだけどほら色々変わるから。ちなみに私ここからのね、このヤシの木なめのカット好きなんですよね。ほら絵になる。ちょっとね葉っぱの匂いがする。誰吸ってんの、最低、あれだ、最悪、くっさ。あとこういうとこになんか住み着いてるっぽい人いるんだ。いや最悪。あんまりないんですけどね。一応何？ここにトイレができたんだ。へえ。ちょっとトイレがあって。で何？駐車場があるんだここに。駐車場建てたんですね。ただこれもそうだね。Land Division Boundary Wall。そうだからね、なんか建てちゃダメって言ってたんだけど、まあ建てたのね。よし、ホワイトサンズビレッジ。よし、じゃあ帰りは。ここちゃんとあそこスロープになってんだ、あれね。いいですね、マジックサンズビーチパーク。うーん、なるほどね。ちょっともう帰りはこっちから歩いていこうかな。上からもほら景色がいいかなと思って。いやーほんと綺麗。でも思いのほかやっぱ空いてるかな、今そんなにめちゃくちゃ人いないですね。うわー綺麗だねこれ。
本当に。ほら、いやー美しい。時々ね、ちょっと不思議な人がいるからあんまり撮ったりしないように。あー、これも絵になるじゃん、なんかね。このヤシの木陰すらも絵になりますわ。なんか踏んだと思ったら靴下だった。靴下がなんで道路に落ちてるの。あ、暑いです。ちょっとね、今黒いシャツ着てるから太郎じゃないけど、あの日光を吸収して暑いです。そう、あのここら辺にね、本当にあの路中してるしてて、ちょっと音楽どんつく鳴らして、ちょっとなんか、うん、そういう人たち、ちょっと注意ですね、念のため。はい、というわけで今日はこちらマジックサンズビーチをミニおば散歩でございました。結論、駐車場無料ですよ皆様。というわけで、ではではまた次の動画でお会いしましょう。良い一日を。チャンネル登録もお願いします。それでは。ではではまた。